開業から67年が経つ札幌テレビ塔の登録有形文化財に申請されましたテレビ棟の運営会社は昨日札幌市を通じて札幌テレビ塔を国の登録有形文化財に申請しましたテレビ放送の電波発信塔として1957年に開業したテレビ塔札幌のシンボルとして 長年観光客や市民にととっっててのの憩いの場となってい場なます登録されると修理費の補助や税制面での優遇措置が受けられ同時期に開業した東京タワーや名古屋テレビ塔はすでに登録されていて運営会社によりますと国の審査をクリアすれば今年の冬ごろにも登録される見込みだということです。テレビ棟の運営会社は開業70周年を控え 市民にも親しんでもらいたいと話しています。